キ城公園ってこんなに疲れるものでしたっけ。ちょっと一瞬ドア閉めるね。あ、充電器出そうと思ったんだ。充電器ちょっと充電させながら配信しないとね。充電よし、配信を始めます。もうついてるから始まってはいるんだけれども、改めてちょっと充電できてるかな。てる。ちょっとごめんね、くるくるしちゃって。よし、せーのこんばんは。あーはん、固まったショールーム、固まりました。私の Wi-Fi が切れたんだな。皆さんこんばんは。ただいまお家に帰ってきました。こんばんは。ちょっともうポニーテールをほどく時間なくて、そのままポニーテールのまま帰ってきた。今日は何回だって恋をする公演2回目でした。ありがとうございます。皆さんどうでしたか。もう緊張した。よいしょ。今日はじゃん、見てキーちゃんの、見えるかな。あ、見えた。キーちゃんのキラキラを借りました。キーちゃんのキラキラをひななが付けてくれたっていう。きーちゃんとのペア公演、皆さんありがとうございます。見てくれてどうでしたか。もう緊張した。なんか緊張せずに力を抜いて、いい意味で力を抜いて頑張ろうって思ってるのに、なんでもう無理。劇場っていうものに対してのなんか軽い気持ちで立てないじゃない。もう本当に劇場っていうものを大切にしてるからこそ、はーっていうでもなんか1回目より自由に、なんかコミキらしく、なんか MC ではゆるさもあり楽しく話せたかなって思います。あ、みんなありがとね。まーちゃん、大輝くん、クロお疲れって。タメちゃんもありがとう。クロクワちゃんが可愛いって。鉄総長さんがリボンいっぱいくれてる。あ、そう、早北さんと馬刺しがもう60日おめえってありがとう。あー、なによリオンが、ちょっとリオンが来たいみたいなので、一瞬リオンをお迎えしていいですか。僕も入れてって言ってる。はい、どうぞ。リンくん、お姉ちゃんが帰ってきたよ。リンくん、結構お姉ちゃん帰ってきたよ。僕も配信出たいの。じゃあリオンにお水絶対取られるんだけど。まあ、私ペットボトルがあるからな。
龍角散入りの。あ、来たんだ。よし、じゃあ抱っこ。はい、抱っこ。皆さんにご挨拶しよっか。あいちゃー。うわー、顔はチューしないで。ね、ただいま。よいしょ。顔は注意しない。今私喉潰してんだから、歌いすぎて。聞こえました？リオンが開けてっていう音。絶対5分後にはもう帰るって言い出すけど。あ、コミちゃん近くで見られて嬉しかったよって、ありがとう。今日もペア公演2人だからさ、その2人のファンの方とかも見てくださるじゃん、やっぱり。だからうちわがいっぱいあってすごく嬉しかった。うちわとあのサイリウム、緑とピンクのサイリウムがたくさん、ありがとうございます。嬉しかった。リオンが私の太ももをペロペロしております。虹のバラード良かったよって。いやー、もう緊張しちゃった。あはまー、あ、ちゃんが、あえ60日おめって、タワーありがとう。今日公演見に来てくれてありがとう。3年ぶりにコミハル見たけどめちゃくちゃ可愛くなってる。いやいやいや、ありがとう。今日はキーちゃんが貸してくれたキラキラをひななが付けてくれて。ワクチンとは全く関係ないけど、ワクチン打った次のその日夜にできたニキビちゃんは全く消えてくれずに、私にもう愛着が湧いてます。え、超可愛いですって。ありがとう。ちょっともうみんなのコメント嬉しくて読んでいくね。マジで今日楽しかった、ありがとうって、イエーイ。いやー、なんか2人だからいつも16人で皆さんと楽しんでたところを2人でなんか楽しんでもらえるのかなっていう不安が一番大きい。不安からの緊張もあるんですけど、でも私たちも緊張したけどパフォーマンス中は、でも楽しめたしよかった。はい、出たよ。見て、5分も経ってないで部屋出たいって言い出しました、リオンが。飽きすぎ、私の太もも数回ペロペロしてもう帰るだって。わがままなチワワだ。嘘でしょ。もうちょっと待って。今日の公演楽しかったよって、ありがとう。嬉しい。虫のバラード迫力あってよかったですって。なんか気持ちを込めて歌えば歌うほど本番ってなる。でも多分コミキと虫のバラード、コミキってもう言っちゃった、コミキじゃない、ワルキー、ワルキー、ワルキーと月と水鏡か、虫のバラードと君は僕だの二択で、ワルキーも大好きだからワルキーも歌いたかったし、ファンの方は結構久しぶりにワルキー見たいっていう方が結構多くて、そう、きっとワルキーを期待してくださっていた方もいっぱいいると思うんですけど、なんかチーム K のキャプテンの大先輩の秋元さやかさんの曲を
秋元才加さんの曲を、なんかそんなもう比べられちゃったらもう天と地だし月とすっぽんだし本当にまだまだなんだけど、でも挑戦してみたいなと思って、虫のバラードをキーちゃんに歌ってもいい？ってそう、まあなんかもともと A と B っていうポジションがあって、私は B なんですよ。キーちゃんが A で、あの隣のバナナの子供の方、隣のバナナの子供の方がキーちゃんで、であの大人の方の私が B ポジションなんですけど、 B があのもともとユニット虫のバラードと君は僕だ、だからまあそのままのポジション通りなんですけど、おそのままのポジション通りなんだけど、もし変えたかったら2人で話し合ってユニットソロ曲決めてくださいってスタッフさんが言ってくださって、キーちゃんにどうするってなったんだけど、虫のバラード挑戦してみたいからやってもいいですかって、キーちゃんがいいよって言ってくれた。まなみも虫のバラードでしょ。あ、びっくりした。まなみも虫のバラード、あれ15分、あれ60日って出た？あれ60日ですよって出ました？まだだよね。あれ15分経ってない？45分ぐらいから始めませんでした？今日2回目だから出ないのかと思っちゃった。出たー、イエーイ、60日連続配信。逆？こっち？60なってますか？やったー、すごい背景がお祝いされてる。逆、右手が6、右手こっち、やったー、丸いね、嬉しい。なんか53日、込みにかけて53日をなんか配信続けようって思ってて続けたんですけど、なんか50日でこのおめでとうテンション出ると思ったら50日では出ないみたいで、なんか30日なんですよね、ショールームは30日間隔って聞いて、悔しいって。まあでもただただ楽しくて続けてたら60日行ってた。なんかそんな60日続けた感じしないな。寝起きすっぴんとかでもゆるゆるくやってたからか。今日はちゃんとメイクしてますよ。あ、エリナちゃんとグリーンさんが、タメちゃんもシュンケンもレインボーさんもマックスエイトさんも生駒さんもクリス・ロナウドもクロもジュンも60日おめありがとう。え、大輝くんが60日、何おめでとうタワー、え、ありがとう、優しい。
ちょっとゆっくり、ゆっくりではないけどお礼をさせていただきます。今日はメイクしてるし、おニューの洋服だし、お、こんばんは、公演お疲れ様でした。劇場から今帰宅中、皆さんも気をつけて帰ってね。私はもうお家に着きました。てか私より遅いんだ、みんなの方が。ちょっと遠くから来てくれたのかな。愛知のいちごめぐレンジャーさんも60日おめでとう、たまありがとう、嬉しい。あみちゃんもぐっちゃんも60日おめ、プロちゃんもありがとう。手洗いうがい AKB、 皆さん落ち着いたら手洗いうがいしっかりしてね。コミは手洗いうがいしてそのまま配信したからなんかちょっといつもと背景違うとこだった。あれれれれ、ともさんまでありがとう、60日おめたわ、優しい。なんかほんとただただ楽しくて配信続けてただけだから、みんなが60日おめって言ってくれて嬉しい。逆におめ逆にみんながおめ、こんなゆるゆるな配信をいつも見てくれて、みんな60日おめっ妹が公園来てた？一緒に来てたんじゃなくて偶然？偶然妹と AKB 劇場で出くわしたってこと？ぐっちゃんと仮面ライダー高尾さんとマックスエイトさんが、お猿さんありがとう。祝い事だって60日、嬉しい。今帰りの電車の中でショールーム見てます、気をつけて帰ってね。寝落ちして終電逃さないようにコミのショールームをよくよく見ていてください。あ、コメント愛おしいって言ってくれたコミちゃんが愛おしいだって。あ、ぐっちゃんが素敵ってありがとう。エリナちゃんめっちゃ60日おめくれるじゃん。やいやいもありがとう。あ、コミちゃん見たいけど今日ワクチン1回目打ってきたから早めに失礼しますって。痛いよ、人によるけど私は本当に痛かった。なんかね、今日のショールームじゃない、間違えた、公園で何が一番不安だったって、私4日前かな、ワクチン打ったの4日前に打ったんですけど、腕が痛すぎて、みたいな。なんかママに2回目、あ、2回目じゃない、2日ぐらいだよみたいな、2日ぐらい痛くなるよ腕って言われて、あ、じゃあ公園は余裕だなって思ってたのに、全然昨日も痛くて、だから両手で全然練習できなくて、もうどうしようどうしようと思って、で頭とか関節もちょっと痛くなっちゃって、で寝っ転がるのが一番痛かったんですよ、腕、もう筋肉もぎゅって下に全部持ってかれてる感じ、どうしようどうしようみたいな。でも寝っ転がるのも痛いし歩くのも痛いしから、もうこのティティちゃんにずっと寄っかかって、この携帯で何回だって雇用する公演見て、もう右手だけでずっと練習してた。黒いジャーカーどこだ仲間たちがとか言って、だから今日もう昨日まで本当に痛くて全然両手で練習できなかったから、
で足練習しちゃうと響いて痛くて、もうこのままの固定で手だけ、やばい隣のバナナがどうしようみたいな。ポニーテールとシュシュとスカートひらりは今日劇場でキーちゃんと初合わせ。すごくない？そんなことある？でポニーテールとシュシュ立ち位置表ありませんって言われて、なんか全然立ち位置表来なくて、ポニーテールとシュシュで、あれポニシュの立ち位置表ありますかって言ったら、ないですって。いやないわけよみたいな、ないわけよと思って、でもなんかなんとなくなんか V 見て、なんかゆいゆいとズッキーが2人で踊ってる V だったんだけど、この南海公演用じゃなく、めっちゃこれは 2.5 に立ってんのかな、2かな3かな、いや 2.5 かなみたいな。でまあキーちゃんと合わせるかと思って、でも今日私早く入ったのでカヨヨンに聞いて、何番に立ったみたいな、でキーちゃんと合わせました。あえハリーの道楽さんが60日おめたわ、ありがとう、優しい。さやりんまるさん60日おめありがとう。そう、あんまり2人でやらないからさ、でなんか歌詞表になんか B が主流みたいな、 B がその歌割り、ポニシュシュってさハモるじゃないですか、砂の上ともう一つ上と、どっちなんだろうって、私どっちってで、なんか A がハモって書いてあったの。ハモリって低い方がハモリの方なのか高い方がハモリの方なのか、どっちがハモリなんだろうっていう状態で劇場来て、かよよんに、どっちを歌ったって、それ低い方ですよコミさんって、分かったキーちゃんコミ低い方歌うから高い方歌ってね、本当に不安だった。え、かのひのさんまで60日おめたわ、ありがとう、みんながお祝いしてくれて嬉しいわ。あれ早北さん60日おめいっぱいありがとう、ワクチン大丈夫早めに失礼しますって言ってたのに見てくれてる。まだ楓ちゃんとまーちゃんもありがとう、エリナちゃんも帽子ありがとう。でもその本当に昨日まで全然ちゃんと練習できなかったから、もう今日さすがに痛くてももうしょうがないと思ってやるしかないって、まあ別に病気じゃないから副反応で、しかももう4日目だからさすがにちょっとぐらいは良くなってるだろうと思って朝の5時に起きたんですよ。もう今日しか練習できないと思って、まず今日が本番だからそうなんだけど朝の5時に起きて、そしたら腕がおお上がると思って上がりました。だからそうネモハモルーマーと もともと振り V とか見て右手だけでは練習してたし、脳みそで練習してたから頭はもう覚えてるんだよね。頭はもう覚えてて、体を音と慣れさせるのを今日やって、でもマネージャーさんにもう本当にどうしても劇場早く入りたくていいですかって、なんかレッスン時間があのストレッチボイトレが結構時間かかって、走り込みもするんですよ今で、走り込みとかめっちゃ時間かかるのマスクして走り込みめっちゃ辛いの。
ていうのもいろいろやるから、そのリハーサル時間が1時間しかなくて、もう本当に1時間早く自主練習したくて入りたいですって。だから昼公演のまなみとかゆよんの公演が終わった瞬間にもうお見送り終わるまでスタンバってて、お見送り終わったってなった瞬間、まなみとかよよんが終わったって楽屋帰ったのと同時に、コミは行ってくるわ、やりました。劇場内を走るの、ステージをはっ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 て言いながら走るの発声ね、はっ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 
っちゃ辛いんです。はっ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 、ピアノの音とともに。でリハーサルの時もずっとマスクしてやってるので、振りして真似してとか、マスクが口の中吸い込んじゃって、愛してる、あ、マスク口の中入った、振りぶしてキーちゃんと。もうブラックジャガーが一番やばかったリハーサルの時、酸欠マスクね、口に吸い付くんですよね、息思いっきり吸うから、うん、でも本当にボイトレしないと歌えない。てかもう声をそんな出してないから。そう、なんか前回の公演の時は、1回目の公演の時はレッスン場でキーちゃんと振り合わせしたり、カラオケルーム予約して練習したりできたんですけど、いっぱいで他のレッスンも使われてて、レッスン場とカラオケルームが、だから本当になんか場所で練習って家でしかできなくて、家のお風呂場だよね、家のお風呂場で。傷つくことをとか言って、ママとパパびっくり。だから緊張したけど、でもみんなが優しくてよかった。ブラックジャガーほんと緊張した。3日間歌わなかったら喉の筋肉が衰えるらしい。お風呂場でちょっとでも歌っといてよかった。じゃあよかったです。しんしん先生、仮面ライダー高尾さん、早福さん60日おめありがとう。さっき言ったか。ブラックジャガーめっちゃ難しくてびっくりした。今日ブラックジャガーの初披露ですよね。かよよんとまなみが昼公演に披露してるから、2人が本当の初披露だけど、でも私たちも2回目だし、2回目っていうか2人目の披露だし、私とキイちゃんはもう初披露。え？ん？え？ね、10月7っていつ？え、4日？え？
とマネージャーさんから LINE が来て、4日後だよね。ごめん。あ、え？ね、待って、今驚いた顔めっちゃブスだった。もうこの感情全部表に出ちゃうのやめたい。シーカーさん、今はシーカーさんにびっくりしました。シーカーさん62丁目ありがとう。優しい縄文顔だね縄文顔と弥生顔ってあるよね。え、待って、嬉しい。私縄文顔好み。なんか TikTok とか Instagram で縄文顔の芸能人の方、弥生顔の芸能人の方みたいな。え、もう皆さんもう本当にどっちもみんな可愛いんだけど、私縄文顔、好きな顔縄文顔だと思ってたからめっちゃ嬉しいわ。ありがとう。ミヨンはね、弥生顔が好きなんですよ。え？どういうこと？ね、めっちゃわかりやすく言うと、アンニンさんと川栄さんがいたとしたら、アンニンさんが縄文顔で川栄さんが弥生顔。めっちゃわかりやすくない？あ、今田美桜さんが縄文顔で、ね、永野芽郁さんが弥生顔かな。私が見たインスタとか TikTok の系統系はね、大人っぽい美人なはっきりした顔立ちか、もう可愛い朝ドラ主人公系な顔か。やん、エリナちゃんがお化けまでくれた、ありがとう。ちょっとごめん、マネージャーさんからの LINE 返してた。ちょっとコメントじゃない、お礼しながらあれしてくね、お話しするね。ゆみちゃん62丁目ありがとう。もうブラックジャガーめっちゃ難しかった。てか私なんか振り入れがあったんですよ。振り入れがあったんですけど、新規ぶりなので、この公演で
初披露のために先生が作ってくれたので、そう、もうね、見た時んみたいな、これを2人だけで歌って踊るん、先生歌うの2人ですよ16人の時はなんかもうみんなの力を合わせたらって感じがあるけど、2人はもうさ2人じゃん。したらなんか先生が、あ、これ2人かみたいな、そうです、もう本気で踊っちゃったら歌えなくなるから、なんかその今は作った振り入れをなんか入れてもらうけど、本番は本当自分の好きに振り付け捨てちゃっていいし、力抜いていいよみたいな、その手抜きをするわけじゃなくて歌えなくなっちゃうから力を抜いて踊って、もう自分のさじ加減で全然変えちゃっていいからねって言ってくださったんですけど、でもさ最初から力を抜いて覚えるわけじゃないじゃん、最初は完璧に完璧な状態を振り入れして覚えるわけじゃん、それ練習するわけじゃん、なのに本番それできないって絶対嫌だと思って、何も捨てずに全力で歌って踊ってきましたから、あのめっちゃ全力で歌って踊ったから顔が全力でめっちゃブサイクだった自信がある、顔を捨てた、ダンスを捨てたくなくて歌も捨てられないから私は顔を捨てました、ブラックジャガー。え、ダンスも歌も良かったし可愛かったよって、ありがとう。あ、公演2回目も入れて最高でしたって、ありがとう。全然そんなことないよ、すごく良かったよって。いやもうさ、みんなはさ褒めてくれる、優しい。でも褒められて伸びるタイプだから、本気でなんかもうネガティブなの自分で、あーもうここ間違えたとか、あーもうここリハーサルはうまくいったのにってなってる中で、今日あんま良くなかったねって言われるともうチーンって感じ。今日いつもより歌うまくてすごい良かった。え、本当にありがとう。うん、もっと褒めて。ありがとう。みんなが優しい。安心したらお腹空いてきちゃったよ。歌声の伸びが今までで一番良かったよ。本当に？でもカフェイベントが大きかったかも。うん。私本当に歌うの苦手で、苦手だし、そもそもそんなに歌を歌うことが好きじゃなくて、カラオケ行ってもタンバリン担当、絶対あ私はマイクいらないっていう子だったの。 AKB 入ってからもぶっちゃけそうなの。骨骨ワルツしか歌わん、野菜シスターズと骨骨ワルツしか歌わない人だったんですけど、 AKB の
歌唱審査のオーディションも、あの野菜シスターズを歌った理由が一番歌っぽくない歌だったから、もうポニーテールとシュシュ最初練習してたんだけど、あもうこれはダメだねって、歌下手なのバレるねってなって、一番歌が下手なのバレないのなんだろうってなった時に、野菜シスターズだって、おはよう LEGE って LES 野菜トマト人参って、もうセリフじゃん野菜しか歌ってない、トマト人参ウォーウォーウォーシスターズイエイとか言って秋元先生の前でイエイイエイ、トマトキャベツ人参かぼちゃ赤ピーマンほうれん草って言ってた。でもそのカフェイベント、コミジュ爆発イベントで、なんかもうみんな、コミジュ爆発イベントはさ、コミのソロイベントだからさ、もうほんコミのファンのみんなが見てくれてる、もう家族のカラオケパーティーみたいな気持ちで歌えたの、それが一番大きかったかも、なんか人前で歌を歌うっていうことに対しての抵抗がそこでなくなったかな。え？今のコミちゃんが微笑みの時歌ったらもっと泣いちゃう。え、嬉しい。でも8人公演でも鍛えられましたね。8人公演とこのペア公演は、なんか今まで16分の1だったし、そんなソロの歌割りってなかったから、やっぱ鍛えられますね。わ、生講師ヒロさんが60日おめえって、かわいいもいっぱいありがとうね。えソロイベントまたできるように頑張りたい。え、カフェイベでほんとうまくなったなってすごく思ったって、嬉しい。一番あー難しいってなる歌が、あれ逆上がりと、あれ君に会うたび恋をする。逆上がりめっちゃ低くて、あのサビは高いのに A メロ B メロ低くて、そう、あと何回だって恋をする、君に会うたび恋をするだもう難しい。振りして真似してとキャパシティになった瞬間、楽しみますえ、君に会うたび恋をするめちゃくちゃ良かったよって、嬉しい。コミちゃんの歌声とっても落ち着くんだって、ありがとう。あ、そうね、ちょっとゆきちゃんの話はまたゆっくりしっかりちゃんとしたいと思います。こんななんかありがとうみたいなテンションの時にする話じゃない。ゆきちゃんの話はしっかりちゃんとさせてください。なんか横山さんの時もそうだったけど、そうテンションがさ全然違うから、やっぱ話の内容によって。そろそろ歌唱力ナンバーワン決定戦挑戦してみる。いやいやいやそれとこれとはまた話が違う。
いやなんか一回なんかみんながあまりに歌を褒めてくれるからなんか挑戦するだけしてみようかなって思った時もあったんだけど、あの始まりの歌聞いて、はいもう次元が違いました。もうファンだから、歌うま選手権のファイナリストの皆さんの、だからなんかもうおこがましいとかのレベルでもない、もうなんか同じ人間じゃない感じがしちゃう。始まりの歌聞いたことある？俺の中では歌唱力ナンバーワン。へえ、嬉しい。瞳の中のセンターだ。 K から挑戦者が少なくてちょっと寂しい。K はね、ダンス好きなメンバー多いからね。うん。え、だって K すごいところが、なんか歌ってる人の方がカメラに抜かれるじゃん。なんかメインボーカルにバックダンサーとかはあるけど、メインダンサーにバックボーカルってそんなないじゃん。なのになんかアミとかマナミとか、なんかえ私ディアジェイのバックダンサーやりたいみたいな、えうんみたいな、ディアジェイやりたいじゃなくて、あ歌いバックダンサーやりたい、ん？バックダンサーやりたいみたいな。え、そう、 K はバックダンサーやりたいって自ら言ってくる唯一のチームだと思います。あ、オカリナね。オカリナは歌うの好きよね。それでディア K ができました。あのコミとマナミとアミノ、私とアミとマナミの3人のディア K を、もうめっちゃ前、全国握手会で披露して、継承する者たちでも披露したんですけど、ね、ディア K またやりたい。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、じゃん、まーちゃん60日コミジュありがとう。ぜひぜひスクショしてね。あ、今日のコミ逆だわ。あ、6やっとこ。ありがまーちゃんです。ありがとう。来週は少しゆっくりと話せるかな。ゆっくりと話すん、ゆっくりとで話すん。え、プレゼントにまたおまけつけたのでどうぞって、また送ってくれた。え、ありがとう。ちょっとそう、あの劇場に皆さんが届けてくださったプレゼントありがとう、本当に。ちょっと明日打ち合わせがあって、明日なんか
すぐにもらうっていうのがちょっとコロナ禍でなかなかできなくて、明日の打ち合わせでマネージャーさんが打ち合わせ場所に持ってきてくださったので、持ってきてくださったのでって未来の話をさも過去の話のようにしちゃった、持ってきてくださるので受け取って持って帰ってきます。だから明日プレゼント開封配信すると思う。でちょっと順番バラバラかもしれないんだけど、じゃん、大輝くん60日コミ中ありがとう、イエイイエイ。ポニーテールしてます。じゃーん、ありがとう。今日はストレート、ただのストレートか、あのこのストレートポニーかで悩んだ結果、せっかくポニーテールとシュシュ今日初披露だから、2人だとコミキーでのポニーテールとシュシュは初披露だからポニーテールにしようと思って、コミが本当に気合入ってる時しかやらないストレートポニーテール、頭が痛くなるから、頭が痛くなってもいいやって時しかやらないストレートポニーテールをぜひ目に焼き付けていてください。じゃん、ハリーの道楽さんありがとう、60日、イエーイ。じゃんじゃん、イエーイ、ありがとう。6、ありがとう。スカートひらりも良かったよって、嬉しい。スカートひらり私2回目かな、今日披露するの、披露するのってか歌うの。1回目はもうめっちゃ昔、ハイテンションとかの時に小島春菜さん好感度爆上げ公演で1回披露しました。小島春菜さんとじゃないっけ、イズリナさんとかかな、あれ違う、ナナさん、さやや、私とか、なんか7人ぐらいでやった気がする。小島さん爆上げ公演でちゃんとスカートひらりの衣装も着て、それぶりでも、なんかあの振り V、それも振り V 見て振り起こしして本番だったんですけど、やっぱ見えなくて手の動きがちゃんと、だから結局なんか全体とか動きは振り V 見たけど、 YouTube とかでスカートひらりって検索して、あ、消されてない、助かったって、先輩たちが踊ってるスカートひらりをこうやって手が近く見えるやつ、定点は指の動きが分からなくて、偶然のいたずらでもこっちからなのかこっちからなのかどっちなんだろうみたいな、ねえ神様もう一度もこれこうかなみたいな、恋をするたびか
効果どっちなんだろうみたいな、そういうのをアップで見れると本当にありがたい。ではちょっと遅くなっちゃったんですけど、シーカーさん60日コミジューありがとう。じゃんじゃん、ぜひぜひスクショしてね。ちょありがシーカーさんです。いえ、取れたかな。シンシン先生とプロちゃんとグッちゃんがめっちゃ盛り上げてくれてるスクショタイム。大輝くんも、あ、ブーくんが神羅万象いっぱい、ありがとう。絵がめぐすり、うー生き返る。コミハルちゃんいつも映えてる？え、嬉しい。今日はでもより映えてます、背景が。60日おめでとう背景だから。目薬かなり攻めるね。嘘、普通じゃなかった？神羅万象チョコめっちゃ買ってた。なんか私神羅万象チョコの何も知らないのに遊び方とか、その中に入ってるゲームカードゲームの仕方、キャラクターも何も知らないのに、なんか神羅万象チョコめちゃくちゃ集めてたんですよね。売ってるとこ行ったら必ずそれを買うのがもう義務付けられてた、私の中で。中身ってビックリマンチョコと一緒なのかな。え、目薬さすとき私絶対白目になるのに白目にならないってすごいねって、どういうこと？白目で刺すの逆にむずくない？ビックリマンチョコと一緒か。ウエハース美味しいよね。で別に私あのウエハースがすごい好きってわけじゃないのに、なんでか絶対買ってたんですよね、神羅万象チョコ。まこさんのお友達のブランドのリップ使ってる今、トリート。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、じゃん、かのひのさんありがとう。イエイ、じゃんじゃん、すごい今リボン祭りが開催された。ありがかのひのさんです、ありがとう。60日びっくりね。2ヶ月ってこと？ほぼ2ヶ月。
あ、取れましたって。ありがとう。今日は久しぶりに会いましたってね。なんか今なかなか皆さんと会えないから嬉しい。会えた時、会えてないからこそ会えた時の喜びが大きい。じゃん、愛知のいちごメグレンジャーさん、60日ありがとう。楽しかったですか、公演。イエーイ。ありがとう。シーカーさんと大輝くんがめっちゃスクショタイム盛り上げてくれてる。ぐっちゃんも、あ、ブーくん、神羅万象、またありがとう。うん、今日、今週は10日にコミちゃんとお話できるから、それだけで仕事頑張れるって。そうじゃん、そうやね。オンラインお話し会だ。久しぶりオンラインお話し会。着たい洋服いっぱいあります。今可愛い洋服いっぱい。いや、私が勝手に神羅万象って名付けてるだけ。正式名称は全然神羅万象じゃないと思う。じゃん、お待たせしました、ともさん、60日コミ中ありがとう。イエイイエイ、ありがともさんです。ありがともさん。ありがとう。ちょっとなんか今ふと思ったこと言っていい？もうみんな大好きだわ。このさ、なんか他の自分じゃない他のファンの方のスクショタイムにさ、こうやってさ可愛く盛り上げる優しさ、キュンとした。みんなにキュンです。え、どこ見てるの、キュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてシュンです。プロちゃん、ぐっちゃん、シーカーさん、しんしん先生、ありがとう。ブーくんがまた神羅万象くれてるよ、ありがとう。ポケットからキュンです。え、
何落としたのキュンです、君にあげたキュンです、でも君にあげられなくてシュンです。今日の洋服ポケットついてなかったからメイクポーチからキュンしてみたね。今日の洋服いきなりなんですけど、可愛いと思ったでしょ。見て、じゃーん、エッチ、エッチでもないけど、じゃーん、こちらメゾンドプリエの洋服です。可愛いでしょ、めっちゃ。メゾンドプリエの洋服買ったの、届いた。あはん、なんかメイクさんに、すごいメイクさんに、え、洋服めっちゃ可愛いねって言ってもらえて、でキイちゃんが、え、思ったって、え、これ全身超可愛いから、なんかそれ自慢げに言っちゃった全身超可愛いから、え、映んないかな、ショールーム横だからさ、あんま映んないんだよ、ね、よし見て、ちょっとなんかなんでこれやったって感じ。スカート、女の子にはスカートひらりひら返し、ごめんちょっと上げすぎた、ハートに火がついたよ、鬼バンされちゃうよ、洋服見せたいだけなのに。すごいね、あの AKB のティントリップっていうユニットのみんなが着てそう、衣装でブー君がウサちゃんタワーくれた、可愛いよってこと、ありがとう、え、おかわりタワーいや、ブー君はきっと可愛いよタワー、勝手に決めるメゾンドプリエの洋服めっちゃ可愛いでしょ。あの撮影では私これ着てないんですけど、すごい可愛くて、セットアップ、ね、帰り道めっちゃ見られちゃった、このポニーテールにこのセットアップだったから。あの子決めてんなと思われたかも。撮影で着てたピンクのは買った？あ、買ってない。撮影でチェックのやつでしょ？ちょっとなんかまず撮影で着てないのにしちゃった。え、てか今日なんか私の前にいるおじさま、私の前にいるおじさまが私の顔を見てなんか会釈して来られたの、会釈されて、おん？知り合いか？と思って、いや知らないな、え、ママとパパの知り合いなのかな、娘として私のこと知ってるのかな、え、いや、ん？と思って見てたら、私の後ろのおじさまに会釈してた。マジで恥ずかしかった。よかった、会釈返さなくてと思って。私なんて見てなかった、そもそも。私の後ろの方と、あ、じゃあまた気をつけて、みたいな話してて。すいません。自意識過剰。私が会釈されてると思っちゃった。恥ずかしい。ある？みんなも。あ、想像以上にあるあるだった。
かった。お腹空いたんだけど。お？ねえ、アミから LINE 来た。何？にやけちゃう。60日コミジュありがとう。60日おめでとう。逆にね。ありがとう。コミのポニーテールは好きですか？ありがとう。うれっぴーめっちゃみんなが盛り上げてくれてる。プロちゃん、シーカーさん、シンシン先生ありがとう。グッちゃんも、バサシも、チュルルルルル。ポニーテール風の中、君が走る砂の上、ポニーテール振り向いた君の笑顔始まる。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん。めっちゃポニーテール見せる。じゃん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 。じゃ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 んじゃ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 ん。束ねた長い髪、水玉のシュシュ。触れたら。幻。ポニーテール、あ、こっちの方がいいな。ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ。ポニーテールを存分に見せる。今日ポニーテだったから気合入ってる日だと思ったよ。コミちゃん本当にポニーテール似合うって。恋をするたびスカート左ひ、スカート映ってないわ。え、コミの目線の使い方最高よね。え、目線の使い方意識したことあんまなかったわ。自然うん、本当に眉毛動いちゃうね。みんなこんな上がる眉毛。天性。60日連続おめでとうって、ありがとう。黒いジャーカーどこだ、女たちが叫ん、ちょっと
ちゃんと踊んないと分かんなくなるな。黒いジャンがどこだ、女たちが叫んでる、誰のものでもないのに特別な関係。黒いジャンが誰だ、仲間たちが糾弾する、胸の傷がうずく、過去を思い出す、嘘の蜃気楼を捕まえてよ早く。早くってこれ手錠なの。マイク持って歌っちゃってるからあんま分かんなかったかもしれないけど、早くじゃが、これは鉄砲、球団だから。仲間たちが球団する、胸の傷がうずく、過去を、過去を思い出す、思い出す。センシュアリティでやりたいな。なぜ手錠？捕まえてよ早くだからだよ。捕まえてよ早く、捕まるでしょ。じゃが、あ、振付師の先生はね、モソエ、モソって言っちゃった、元 SDN さんのひろみ先生。めっちゃ名前言う人、え、言っていいよね。あらら、マサ様が猫ちゃん、ありがとう。ブラックジャガーに見ようと思えば見れるね、この猫ちゃん。マサ様がブラックジャガータワーくれた、ありがとう。今日の公演楽しかったですか？絶対楽しかったって言ってくれるんだけどね、優しいから。元 SDN さんで活躍されていた先輩だよね、もう大先輩が今ダンスの先生として、あ、終電の夜もひろみ先生、終電の夜もあのそのブラックジャガーと同じ先生が振り付けしてくれてる。終電、三曲倒すとこだった、ぶな。15期で仲いいのはみんな仲いいけど、あ、そうそう、三井先生、あ、三井先生、三井ひろみさん、調べたら出てくるよとか言って、だってアイドルだもん。じゃん、マサ様、ブラックジャガーありがとう。振り付けもこれです、ジャガー、ありがまささまです。めっちゃ可愛いでしょ先生、ありがとう。え、初日より完成度上がっていてさすがでしたよって、嬉しい、楽しかったですって、ありがとう。あ、シーカーさん、ぐっちゃん、プロちゃん、大輝くん、仮面ライダー高尾さん、スクショタイム盛り上げてくれてありがとう。ブー君が神羅万象またまたくれた、ありがとう。サラサラの高めポニーテール、うん、コミコのなんかモリモリのポニーテールが多分普通なんだけど、普通なんだけどっていうか、きっとモリポニー
こう逆毛立てる系、逆毛立てて巻いてここちょっと手ぐし感でっていうポニーテールを前までしてたんだけど、なんかそれのポニーテールやると私大好きなんだけど、キャバ嬢さんとかめっちゃ顔可愛くて大好きなんだけど、ちょっと自分がアイドルの衣装を着てるんだけどちょっとキャバ嬢さん感出ちゃうなっていうので、そうキャバ嬢さん感とか、あのなんかギャル感なんかアイドルポニーにならなくて私がやると、であんまりポニーテール好きじゃなかったんだけど、なんかあストレートだったらいいんじゃないかなと思って、ストレートでしかも高め低めだとなんか今から部活行くんってなるから、結構高めのストレートポニーしてみたらすごいみんなから好評で嬉しかった。あお顔が華やかだからって、はい優しい、まあ大好きなんだけどね、ギャルもキャバ嬢さんも顔可愛い、なんか女の子として美を追求してるのに尊敬する。ストレートポニーが一番好き？嬉しい。なんかねめっちゃ結構スタッフさんとかにもメイクさんとかあの劇場スタッフさん、劇場で支えてくださるスタッフさんも、え、コミ絶対結んでる方がいいよって言ってくれた。え、髪の毛下ろしてんのもったいないよって、え、そんな？次はサラサラヘアの高めのツインテールってそれで振りして真似してやるん？もうギャグじゃん。高めのポニーテールの何がいいって、どんな曲でも合うのがいいね。でもなんかおろしって、だから私おろし多いんですよね。なんかチーム系公演とかでツインテールしようとか思っても毒蜘蛛とかオケラが似合わないじゃないですか。そうでもポニーテールはなんか大概合う。で虫のバラードあんまりかなと思って、ポニーテール虫のバラードあんまりかなと思ったんだけど、まあクマちゃんヘアとかじゃないから平気かと思って、クマちゃんヘアで虫のバラードやってたらちょっとえってなるけど、ポニーはいけるかなって。あお腹すいた。二人姉妹だよね、妹似てる？私が妹です。お姉ちゃんがいる。お姉ちゃんはなんかそんな別に顔似てないけど、顔そんなに似てないけどすごい AK ビンゴの収録とかお姉ちゃん来た時に、コミハルのお姉ちゃんって感じってめっちゃ言われる。本当におこがましい話をするけど、なんか誰に似てるって質問あるじゃないですか。誰に似てるっていう質問でお姉ちゃんの写真見せたりとかすると必ず言われるのが、本当におこがましいからはいはいっていう気持ちで聞いて、みんなすごい優しいねっていうので言ってくれてるんだけど、お姉ちゃんがすごい似てるねって今まで言われたことあるのが、
すごく調子が悪い時のっていう気持ちで考えてね、白石麻衣さんと、でも一番多く言われるのが山口真帆ちゃん、真帆本は、なんか私が博多座、仁義なき博多座、仁義なき戦いだ、間違えた、仁義なき博多座って仁義なき戦いの舞台見てる、出てた時に見に来てくれて、お見送りも来てくれたの。したらめっちゃメンバーが、え、マホホン見に来てくれてるってなってて、え、待って待って、マホホン見に来てくれてる、え、わざわざ博多にみたいな。え、すごい、男のマネージャーさんと女のマネージャーさん連れて帽子かぶって来てるみたいな、っていうのですごいメンバーになってて、え、来てたかなみたいな、え、マホホン来てたっけって話聞いてたら、え、なんかバラのニット着てて帽子かぶってて、え、もう、え、ちょっと本当にマジで申し訳ないしおこがましいこと聞くんですけど、これみたいな、お姉ちゃんの写真見せたら、あ、そうみたいな、え、なんでマホホンと写真撮ってるの、いや、どう見ても違いますね、どう見ても私のお姉ちゃんだし男のマネージャーさんと女のマネージャーさんってママとパパだね本当に。でも色がめっちゃ白いの、めっちゃ色が白くて、なんか儚い感じ、わかります、なんか儚いっていう感じが似てる、私と大違い、儚さのハの字もなくない、私どちらかといえば強そうじゃない、なかなか系統は似てないんだけど顔の、え、ああ、わかるって何、私の儚さの話系統は似てないんだけど、でもなんか雰囲気は似てるらしい、ないね、儚さないねって言ったちょっとはあるわ、私の儚さ探す、楽しみにしてたアイスをパパに食べられてた時、はかないってなる、しかもちゃんと名前を書いてたのに、込み入ってなのに、俺も込みだもんって言って食べられた時はめっちゃはかなかったです、はかなかった、はかなかったです、はかない感情、いや、怒ったけど、私だって家の自分のアイスとかお菓子数数えてるから、ちゃんと 1,2,3,4,5,6 え、昨日寝る前6個だったのに今日朝起きたら5個になってるんだけどとか言って、許せん、しかも私が一番食べたかった塩キャラメル、なんかさ、ママもパパもさ、てかママとパパと私しか今お姉ちゃん一人暮らししてるからいないから、絶対に私が食べてないアイスを食べたのはママとパパしかいないわけで、ママは、え、食べちゃったってすぐ言う人なの、え、ごめんみたいな、え、食べちゃったって絶対言うの、食べていいって言ってくんの、え、でママに、え、食べたって言ったら、え、食べてないよみたいなってなったら、パパしかいないのに嘘つくんですよ、いや、私の塩キャラメルアイスないんだけど食べたでしょ、え、食べてないよ、なわけないからそんなありえない、写真撮ってるから
しみにしてるの。あ、アイスつながり、今日ね、ひななが、ね、ハーゲンダッツ持ってきてくれたの、公園に。今日公園見に来てくださった方、ひなないるの気づいた人いるかな。ひななが、ハーゲンダッツを持ってきてくれて。あ、そう、このキラキラはキーちゃんのキラキラだけど、ひななが付けてくれた、キーちゃんのキラキラを。そもそも劇場でひななメイクしないから、今日キラキラ持ってきてないよって。そしたらキーちゃんが、キー持ってるよって言って、びっくりした。え、今日来るの知らなかった、ひななが。なんか本番準備中にイエーイって言って楽屋入ってきて、えひななのアイス買ってきたよ、似てる。準備してたらイエーイ、こみちゃんイエーイ、アイス持ってきたよ、食べなでひななが登場してくれた。びっくりした。キーちゃんは知ってたのかな、微笑ましい顔で見てたそれを。え、ひななの、え、なんで、なんでって、見に来たんだよって待って、怖、テティちゃんめっちゃ微笑んでんだけど。私が喋ってる後ろでテティちゃんが覗いてた、こうやって。え、アイス買ってきてくれたのって。うん、何味がいい、え、コミ何味もらったと思う。ひななからのハーゲンダッツ、なんか2人なのにメンバー、私とキーちゃんしか出てないのにハーゲンダッツが3つあって、で、何味がいい、選んでって言ってくれて、こんな言い方じゃないよ、何味がいい、コミちゃん、え、何味もいいよって言ってくれて。お、なんで分かったの、鼻水みたらし、ピンポーン、よく分かったね。え、ちょっとココアってきてるけど、ココアなんてなくないか、ハーゲンダッツに。それザバスやなくて、プロテインやん、ココア。鼻蜜みたらし、センス最高だった。鼻もちシリーズのみたらしと、あとあのきなこ、黒蜜きなこと、あとなんかまた新作のクッキー&なんとかみたいな、クランチクッキーみたいな、めっちゃ美味しそうな蜜があって、えって言ったのはね、めっちゃ話変わること言っていい、急に足の爪割れたえ、足の爪割れたんだけど、痛くないからよかった、寸前のところで止まった。え、ちょっと待って、形がいびつになった。なんか、いや、私のね、今日足ボロボロで、なんだっけ、靴ずれしたの、めっちゃ靴ずれしててすごいの。え、もう絆創膏だらけ、今真っ赤なの足で、何で靴ずれって思うじゃん、何が靴ずれっ
て、あのアンコールの衣装のあの赤いスニーカーで靴ずれした、足びっくり。スニーカーで靴ずれってするの？ってなったら足の爪割れた、足も痛いなって思ってたの。当たってたんですよね、カン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 、剥がれたスニーカーによって。なんで？なんでだろう、あ、なんでだろう、なんでだ、なんでだろう。でもメンバーもよくこうネイルとか、え、爪剥がれたって踊ってる時とか衣装に引っかかってベリって。痛そうだった。ランちゃんネイルして2日ぐらいで爪剥がれてびっくりしてたな。コミもびっくりしたよ。なんか LINE 来てると思って見たら、アミからウフフフフって来てる。何？アミちゃんハッピーバースデー、おめでとう、世界で一番の親友に、おめでとう、あなたにとっていい日になりますように、心から願っているよ。何の曲でしょうか？知ってる？この曲。おめでとう、今私が適当に歌った曲。こんな曲ありません。コミハルの脳内で今生み出された曲でした。最低。何の曲か知ってるとか言って、コミが今脳内で考えただけの。もう2回目歌えないもん。おめでとう、世界で一番の親友に、おめでとう、あなたにとって素敵な一年になりますように、願っているよ。作詞作曲神。いや、なんかそう、 TikTok でアミにお誕生日おめでとうっていう動画を作ろうと思ったの。ティティちゃんの鼻肘置きにしちゃって、アミお誕生日おめでとうっていう、なんか友達との思い出動画みたいな動画作ろうと思ったんだけど、あ、なんか今日朝の5時から起きてるからさ、なんか朝の7時ぐらいに思いついて動画作って、それアミにおめでとうって送ろうって思ったんだけど、あ、公演前投稿してる時間ないなと思ってやめた。やめたんかい。作る時間は公演前までにあっても投稿する時間ないなと思ってみた。でもいつか作るね。誕生日とかじゃないけど。っていうか実は、まあ、これはちょっとアミちゃんじゃないんだけど、
アミちゃんじゃないメンバーで一人動画作ってる人いるんですよ、 TikTok 用の。もうなんか超前に作ったんだけど、あ、首赤くなっちゃった。もう TikTok 用の動画を作ってて、そのことのなんだけど、まだアップしてない。いつしようかな。ナナさんと横山さんは作ったね。先輩メンバーではありません。でもハモルーマ踊ってみてあげて。リアルな踊ってみたいになるよ。本当にレッスンまだ受けてないから、もうリアルに踊ってみたって感じ。なんかさ、ナナさんとかさ、 AKB 公式がさ載せてるネモハムルーマ踊ってみた、踊ってみたじゃないじゃん、踊ったでしょ、見たじゃないよね、本家だから。あ、ちなみに私も一応 AKB なんだけど、本家だから踊ってみたではないんだよね。でもコミはリアルの踊ってみたいになるよ。なんか今日なんか TikTok でよく見てるから、みんなの踊ってみた動画なんかどんな感じかなと思って、キーちゃんに踊ってみようって言ってやったらびっくりした。想像以上にできなくて。あ、やだな、アレスさん苦手。私表現が好きだから、表現するのが好きだから、ダンスのレッスン苦手ないよ。一番苦手なお仕事レッスン。最低。じゃ振り入れが一番苦手。レッスンはなんかもう自分が覚えて、なんか自分の感じで踊れたらもう楽しいんだけど、表現とかじゃなくてまず振りを入れますっていうのが一番苦手。一番多いけど、仕事上で。すごい。そのブラックジャガーの振り入れの時も想像以上にめっちゃダンスを踊るやつだったから、でも私の顔が死んでたんだよね。マスクもしてるし、なんか多分もう顔が死んでて、多分もう体から全身で多分もう死んでたんだと思う。ひろみ先生に、え、こみちゃん大丈夫、体調悪いって心配されちゃった。いや、体調は元気です。心がちょっと元気今なくなりました、この一瞬で。すいません、元気です、頑張ります。でも当たり前のように振り入れだけで完璧には全く踊れないので、もういつもいつも決め台詞言ってすいません。家で覚えてきます。レッスン時間だけじゃ覚えられないから、私家でやってきます。すいません、復習してきます。復習レベルじゃない、もう振り起こし、覚えられなすぎて。でも分かってる、なんで振り入れで覚えられないのか。先生のダンスが上手すぎて同じ動きだと思えなくて、脳が理解しないんだよね、何の動きみたいな。だから TikTok の踊ってみた動画はめっちゃ簡単に踊れるけど、解説しますってやつ、
かさ LINE の通知来てるのにさ、え、何？解決。通知来てるのにトーク LINE にトーク履歴に新しいの来てないの、なんでだろうと思ったらマネージャーさんから電話かかってきたやつの電話のだ。ちょっと目がトロンってしてきちゃった。あ、起きた。いただねるり、いただねるり、いただねるり。お、じゃんじゃじゃんじゃじゃん、だん、だん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 、てん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 。リアル TikTok。いただねるり。知ってる？なんかよく流れてこないこの音楽。いただねるり。あれなんて言ってんのかわかんないでも歌詞。いつだってピン、いつだってピン、いつだってピン。お、チャララ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 、ピン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 。目薬さしても全然起きなかったのに、これ見て起きた。ゴディバ。似合わない今日私。ねえどうしたと思うこのゴディバ。メンバースタッフの皆様、いつもお世話になっております。10月1日で我々が AKB48 劇場公演の撮影業務を開始して13年が経ちました。これも皆様のご活躍ご協力があって14年目を迎えることができました。ありがとうございます。心ばかりの品ですがどうぞお受け取りください。14年目も劇場公演の魅力をたくさんの方に届けられるように日々精進してまいります。これからもよろしくお願いいたします。時々でいいのでカメラ目線もお願いします。かっこわら。映像制作チームより、なんとオンデマをいつも撮ってくださってるカメラマンさんたちがくださいました。いつも皆さんに私たちの劇場公演の様子を届けてくださるあのオンデマンドのカメラマンさんたちが13年目だそうで、すごい優しい。しかもお手紙付き。時々でいいのでカメラ目線もお願いします。私知ってるドヤ顔、私知ってるな。精進？日々精進なの？これ精神じゃないの？日々精進してまいります。妖精の精って精とも読むんだ。でもカメラ目線をねするようになったのはね結構ここ数年です。前までカメラ目線って分かってなかったんだけど、このコロナ禍で公園に来たくても来れない皆さんがいるってなって、それからカメラ目線するようになった。なんか公園の様子をお届けしてるのがオンデマンドだから、なんかカメラ目線するのって変なのかなって、私していいのかなみたいな
分かんなくて。そうだからしていいものなのか分からなかったんだけど、来たくても来れない方いるから楽しんでもらおうと思って、オンデマンド見てくれてる方にレッスン送ってんの。私はカメラ目線をしてるんじゃなくて、オンデマンドを見てくださってるお家でとか劇場じゃないところで見てくれてる方にレッスンを送ってるんです。やだ、食べないよ今は。今食べないけど中見たい。わあ、さすがに止めてあった。最悪、カロリー表で中何入ってるかバレたじ。感動したかったのに、カロリー表に中身全部一粒一粒書いてあった。まあでも一粒一粒の名前書いてあっても全然わからんからな、ゴディバに詳しくないから。初見と一緒。初見？初見だよね。あ、初見だ。初見ってなんか女の子の名前みたいになったと思ったら初見か。初見と一緒。ごめん、音読みしちゃった。初見と一緒ってなんか初見ちゃんみたいだね。え、どうしよう。開かない。ハサミないかな。ハサミ、え、ハッツってハツミっていう名前なの？え、ハッツってハツミって名前なの？は、え、本当？ハッツがイメージ強すぎてハツミって初めて知った。ハツカじゃんか。騙されたよ。そうだ、宇多田ハツカじゃん。全然違うじゃんか。知ってるよ本名なのに騙された。え、何？なんかすごい。あ、チョコの幸せな香り。すごい。きっとチョコレートの説明書きか。中にもまたお手紙が入ってると思っちゃった。すごい。便箋みたい。おお。やばい、食べたい、お腹すいた。でも食べない。この時間はデブ。
え、待って、めっちゃお腹空いた、やばい、この匂いきた、おいしそう。可愛くない？全部ちゃんとなんか柄が入ってる。ゴディバの G とゴディバーと、あの人、ゴディバさんっていう人から撮ってるんだよね。ゴディバってママがゴディバの見ながらすごい説明してくれた。なんかすごい有名な方、お姫様じゃない？なんかお姫様がなんかすごい大変な目に遭ってる国民たちのためにやめてみたいな、やめてってやめてくださいってお願いした時に、なんかそんなお姫様の言うことなんて綺麗事だろうみたいな、じゃあ裸で真っ裸で馬乗って駆け目走れるのかみたいな、そんな口だけでお願いされたってみたいなって言われて、本当に裸で馬に乗ってそう街を走った、本当に勇敢な優しいお姫様の名前なんだよって、だからシンボルがこの柄なんだよって、すごい、そうですってママ本当のこと教えてくれてたんだ。たまに嘘つくからさ、すごいよかった、これは本当だったみたい。だって小さい時なんか、小さい時地震があるじゃないですか、地震は頑固ちゃんが歩いてんだよって言ってた、これ本当にそうなのかと思ってた。なんか床の地面の下になんか頑固ちゃんがいて、その頑固ちゃんが歩くたびに地上が揺れるんだよって教えられたから、そうなんだって。でハワイは頑固ちゃんいないから地震ないんだよって言われて、へえ、ハワイいいねって。そう、信じた。あー早く寝よう、朝ごはん食べるために。一粒一粒の味がきっとこちらに記されてあるんでしょうね。チョコ早く食べたいから早く寝る。てかお腹すいた、今日朝ごはんしか食べてない。公演の時ってお昼、まあ朝ごはんって言ってもお昼か、お昼朝にお家で食べたらもうなんかお弁当、夜ご飯のお弁当とか用意してくださってるんですけど、時間がなくて、公演前に食べるの、公演前時間がないから食べないんですけど、食べれないんだけど、公演後はもうデブだから食べないよね。ってなると朝ごはんしか食べてなかったっていう、え？夜はメンバーとかスタッフさんとかとも食べないの？夜食べに行くってこと？しないね。そもそも夜に誰かと食べに行くをしないね。なんかスタッフさんとかメンバーとかにご飯行かないって誘われても、昼ならってお昼に行きませんかってなる。まあコンサート終わりの打ち上げとかはするけど、
昼がいいなっていう。わあ、待って、美味しそうすぎてやばい。一つ一つ説明しちゃおう。でなんかさ、お菓子やめられないから、もうこのゴディバも私が食べるし、全部だから余計なところで太りたくないのよ、お酒とかならお菓子食べる。お腹すいた。公演前に不二家行ったけどチョコまみれケーキあなかったね。美味しかったかと思った。なかったの。こちら急にゴディバ紹介配信、こちらクールプラン、クールブラン、滑らかなヘーゼルナッツプラリネをまろやかなホワイトチョコレートでコーティング。ヘーゼルナッツだって、ヘーゼルナッツホワイトチョコ。ヘーゼルナッツ大好き。めっちゃヘーゼルナッツの匂いする。お腹すいた、お腹すいた。早く寝よう。ご飯を食べるために。続いてこちら、何色だこれ、お腹鳴っちゃった。ルーンプラリネ、まろやかなヘーゼルナッツプラリネを口どけの良いミルクチョコレートでコーティング。これもヘーゼルナッツだ。さっきはホワイトチョコで、こっちがミルクチョコ。絶対美味しい。続いてこちら、苦そう、カレー 72% ダーク、カカオ 72%、 華やかに広がる香りと奥深い苦味、リッチで滑らかな味わいを楽しめるダークチョコレートです。だってこれパパにあげよう。パパダークチョコレート大好きなの。私ダークチョコレートあんま食べれなくて、なんかパパがカカオ 89% みたいな明治のめっちゃ袋詰めのいっぱい入ってるやつ買ってきて、なんでミルクじゃないのって、ビターでもまだいい、なんでカカオ 90% のとか買ってきたのって言って、でもどうしても私はチョコが食べたくて、それに蜂蜜こうやってかけて食べてた。ひどいねティティちゃん。明治のあの袋閉じのいっぱいのやつ、カカオ 90% とか 89% とかで甘みがなかったから、もう甘み1ミリもなかったので、蜂蜜をデロデロにかけて食べました。蜂蜜かけて食べるってもうなら食べなきゃいいのにって感じですよね。でもチョコは食べたかったの。あとお砂糖上にパラパラしちゃって。あ、お腹すいた。これなら、え？これならいけそう。50% ダーク。 50% でもダークなの？カカオ 50%、ほろ苦い甘さと香りをバランスよく楽しめる一枚、まろやかな味わいのダークチョコレートです。 50% もダーク？じゃあ私が食べてるチョコってもしやカカオ入ってない感じ？これが多分一番好きだな。ミルク、豊かな風味と滑らかな口どけ、コク味と
甘みがリッチに溶け合うプレーンなミルクチョコレートです。ミルクチョコレートが一番好き。ミルクチョコレートかハイミルクが一番好き。もっと甘い。はい、まだあります。今何分だ。まだあります。続いて、すごいゴディバさんが書かれてる。え？あ、あった。レディノア、マダガスカルブラボンバニラが香るクリーミーなホワイトチョコレート。ガナッシュを繊細なダークチョコレートで包みました。マダガスカルブルボンバニラが香るクリーミーなホワイトチョコレートガナッシュをダークチョコレートで包みました。ホワイトチョコを包んだダークチョコレートってことか。おいしそう。では最後は、なんか持ち方やばい。最後は G。 お腹すいた。え？え、なにこれ。あったボルプテレ。口どけの良いミルクチョコレートガナッシュをミルクチョコレートでコーティング。私が好きなミルクチョコレートのガナッシュをミルクチョコレートでコーティングだって。はい、好き。おいしそう。ヘーゼルナッツとミルクチョコレートとダークチョコレート。オンデマンドさん、ありがとうございます。いただきます。明日なくなるな。もう一回で食べきっちゃう。30、30、90、150、200、320キロカロリーぐらい全部で。でもなんか寝る前、寝るときお腹空いたって思って、ああもうお腹空いたお腹空いたって寝るのもあんまり好きじゃないけど、お腹いっぱいの状態で寝るのも好きじゃないんですよね。ランキング読もうと思ったのになんでか iPad 開いちゃった。ではランキングを読みます。13位、仮面ライダー高尾さん。12位ぐっちゃん。11位エリナちゃん。10位プロちゃん。9位マサ様。8位トモさん。7位ハリーの道楽、間違えた、チュッチュッチュ、ハリーの道楽さん。6位愛知のいちごめぐれんちゃん。5位まーちゃん。4位かのひのさん。3位大輝くん。2位シーカーさん。そして1位ブーくんです。ありがとう。皆さん配信見てくださりありがとうございます。もうコミは寝るぞ。でもちょっとゆきちゃんのことをツイッターで書きたいと思います。ゆきちゃんの決めた道なので寂しいけど、でも本当、じゃ急に真剣な話になっちゃうけど、 K 公園でねちゃんとお見送りしたいな。うん、早くできないかな。ちょっとツイッターにこの後書きたいと思います。
ちゃんと K でもお見送りできるのが最高だけどね。そもそも K 公演が今できてないからな。今日はいろいろもう話すこといっぱいだね。そしてアミちゃんハッピーバースデー。皆さんおやすみなさい。何回だって恋をする公演ありがとうございました。アミちゃんお誕生日おめでとう。ゆきちゃん卒業発表お疲れ様。皆さん60日連続おめでとう。60日連続配信ありがとうございます。と言って明日も配信します。61日目、見てね。明日は打ち合わせで受け取った皆さんからいただいたプレゼントを開封します。ありがとうございました。夜ですね、夜に開封させていただきます。またね。明日